ちょっと無理。今回も、剣士、実況していきたいと思います。前回は、無事仮拠点に機関士研究とか整備をしていたら、ブループリントの意味を知り信成が短期行に出たところまで、まだまだ知らないことがたくさんあるもんだと思ったよ。初見を言い訳にできなくなってきてる感もなくはないけどな。そう言われると何とも言えないけど。まあ、一つ一つ知っていくのも楽しみだと勝手に言っておくよ。で、今回は、ゆっくりと仮拠点経営を見ていただこうかなと思ってるよ。じゃあ、始めていきましょう。頑張ろう。というわけで、仮拠点の現在。と言っても、農業系は何も変化はないんだっけ？そう、麦畑5、サボテン畑4、朝畑だけが3つから2つに減ってるよ。なんで朝畑減らしたの？この減らしたタイミングでは、過剰供給だったんだよ。で、今度は電力需要が逼迫したしたので、風力発電を一気に3つ増設してるよ。風力は安定しないのが問題だよな。そうなんだけど、建てちゃえばその後何もいらないのが魅力だよ。風力発電が5基になっても風がないと電力不足になるんだよねー。なので、屋上にバッテリーを設置済み。なんか屋上が賑やかになってる。今はいつの間にか帰ってきた信成が動物の皮を舐めしてるけど、1階だけじゃ設置が間に合わず屋上まで製造系が進出してるんだよ。見やすいと言えば見やすい感じだけどなー。あとは、有彩が鎖肩ビラを作り、孫一が電子部品を作ってるくらいかな。ふーん、なんかいろいろ作れるようになってるんだなー。それでもまだまだなんだけどね。あとはラムを作り始めたくらいかなー。お酒？金作のためにねー。あれ、帰ってきた時10万円くらいなかったっけ？それがね、ブループリントをいろいろ買ってきたらなくなっちゃったのよ。ああ、なんか高いのあったなー。そう、何が必要で不要かがわからなくて高いのを買っちゃったんだよね。そうなると作りたいのを選んで買えばそこまで出費はない感じかな。そうだねー。私は無計画に買った結果9万円くらい使っちゃってね。うわぁ？まあ、仮拠点にいる間はお金使わないから問題はないんだけどね。で、メインの方に戻ると、信成軍団のエンジニア、山頂が奥で作ってるのは小型風力発電機。小型、大型と比べるとどう違うの？最大出力は大型の方が高いけど、風量が少ない時は小型の方が発電量が高いんだよ。今は鉄鉱石精錬機や鉱石採掘機を増設しちゃって、さらに電力が逼迫しちゃってるからね。そういえば、小屋の左側に精錬機と精製機が増えてる。鉄板需要が高まり、それに対応したら鉄鉱石が不足し、採掘機を作ると今度は人員まで不足してもうてんやわんやだよ。完全に需要と供給を一致させるのは無理だよな。だから、無理のない範囲で増産して対応してるよ。今は、信成が舵をやり、有彩はそのまま鎖肩ビラを、その用意やらであれを作りこれを作りって感じかな。で、久しぶりのお客さん。廃部承認か、まあ、一応応対する。ないとは思うけど、無限に扱って敵対されても困るしね。なんか工場を述べてるな。答えてくれると嬉しいんだけどね。そうなると、工学所とか研究所持ってこいってなるな。最後の最後で何の宣言なのか。あれ？何やってんの？いや、ゴローザで話しかけようとしてるんだけどできないんだよね。何かあるのかな？わかんないなぁ。いやいや、話しかけようとしてるんだけど。何かのバグかクラッシュしてるのかなぁ。で、今度は警察署を新設。ハブで買ったのと同じサイズの家？そうそう、今ある3つの家じゃ手狭になっちゃってね。時間があれば内部の整理をしたりしたいんだけど。仮拠点だしなぁと思っちゃうんだよね。仮拠点がどんどん大きくなってるのはどう説明するのやら。仮拠点にも手は抜かない性格なのよ。物は異様だよなぁ。
完成。これで多少手狭感がと言いたいけど、移転はせずそのまま行く予定。ほんと何のために作ったんだか。で、中には金作用のラム蒸留機と、保管用の樽を5つ設置。天井のファン付き照明を3つ設置し、サボテンの収納容器を3つ設置し、逆側には朝の収納容器を3つ設置。で、研究終わりたての自動食器朝を3つ設置。ここで、さらに採掘機を増設。その後、精錬機も一つ増設し、やっと鉄板需要は安定したよ。ちなみに、自動食器のおかげで備蓄されてた朝は全部なくなっちゃったよ。朝は応急処置セットを作るのにも使うから、増産を考えておかなきゃなー。でも、こう見ると最初から大きい家を建てた方がいい感じがするなー。その通りではあるんだけど、物資の兼ね合いもあるからさ。で、仮拠点が安定してきたし、金作も順調な状況で今後はどうするの？食料の準備もできてきたから、今度は南西に出かけようかと思ってるよ。今度は南か。そう、理由はいろいろあるんだけど、まずは研究素材、科学書が尽きたのと AI コアが欲しいなと思ったこと。次ので、次の理由が今作の最終目標となる部分だよ。何？ホーリーネーションの滅亡を今回の最終目標とするつもりだよ。ホーリーネーションか、いろいろお世話になったしな。そう、そういう面でもあるし、私の中で一番偏った国だと思うしね。なので、シェク王国と同盟を結び、ホーリーネーションと戦争する。それは楽しみだな。その過程で、本拠点を作り、戦争での前線基地として使えるようにする予定だよ。次回からは、また旅が始まるのか。内政を楽しみにしていた方には申し訳ないけど、なかなか腰を据えられなくて申し訳なく思うよ。内政も醍醐味だけど、戦争もこのゲームの醍醐味よ。というところで、ちょっと短いけど今回はここまで。次回からはまた旅に出るけど、この旅が最終目的であるホーリーネーション撃破につながる旅にする予定だよ。万全の準備をしていかなきゃな。そうだね、情けない結果に終わるわけにはいかないからね。次回からはホーリーネーションとの戦争準備を粛々と進めていくよ。次回動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。